久保さん恥ずかしい男にしましょうか。恥ずかしい男 <laughs>。恥ずかしい男シリーズもいけそうですけどね。まああの、ちょっとね、これ人種差別的な話になっちゃうかもしれないですけども、まあ、僕のこれはあくまでも見解考え方なんで、思想ですね、僕の。僕はまあ男として生まれたんですよね、チンコついてね。で、男の役割、男っていうのは僕,僕のこれ思想ですけども、男っていうのは、 まあ、昔で言うならば狩りをしてくる。獲物を取ってくる。うんまあ、男と女。まあ、DNA レベルで言うと筋肉の質が違うじゃないですか。で男は女より強いっていう DNA レベルの筋肉層とかもそれはあると思うんですね。まあ、もちろんそれはトレーニング次第で、ね、女性の方は全然強いとかね、全然あるんだけども。なんすかね、要はその男の役割っていうのは稼ぐことだと思うんですよね。 まあ、昔はその狩りをしてきたんだけども今お金を稼いでそのお金で、まあ、なんかやり取りしてるわけですからや男の役割って何なのかというと金稼げるかどうかっていうだこれね僕昔あの先輩でねあの面白い実話があるんですけども、まあ、僕の先輩であのまだ土方やってる人がいるんですよでこの婚活ですかねこんなんか友達に婚活パーティーに誘われたらしくてで女性の方が寄ってくるんですよね お仕事何されてるんですかみたいな。あの、なんだあの、建築ですみたいな。あ、建築やられてるんですねみたいな。で、ちなみに、ちなみに、建築の何やられてるんですかみたいな。現場ですみたいな。土木ですみたいな。で、それも面白かったのは、だからみんなさーって去ってたらしいんですよね。なんか7人ぐらいずつさーって去ってたらしいですよね。 で、なんか、まあ、この余談ですけど、1人だけ残って、その1人だけ残って、その1人とあのいろんなあのいい関係になったらしいですけど、<laughs> <そう> <laughs> でもね、まあ、ほとんど、まあ、まあ、だから9割ぐらいですか、9割は、まあ、その収入でやっぱ判断されちゃうっていう。まああのね婚活パーーティーとかば あのものそのパーティーによっては年収1000万以上稼いでないと参加できないパーティーとかも多分あるだろうしもそもそも登録すらできないっていうのもあるだろうしねだから何ですかね男と,男として生まれたんだったら金が稼げないっていうのは恥ずかしいって思うぐらいが僕はちょうどいいんじゃないかなと思うんですよね男として生まれたんだったら金稼ぐぐらいできないっていうことは恥ずかしいと、うん、だから稼ぐことっていうのはしっかり獲物を取ってくる うん食料を確保する、まあ、役割というかうん、なんか、なんかいろいろね、まあ、僕はなんだろうな、あのー、芸能人の方とかお笑いとかも好きなんですけどもうん、なんか恥ずかしいこともいっぱいやるわけじゃないですか、世間一般的に。で、まあ、すごい印象的だったのが、僕は、まあ、芸能人とは違うあの、お笑い芸人さんとは違いますけども、昔、その AKB のね、アイドル。 さんがその黒タイツ着て変な衣装してねあの顔面は黒塗りでね黒タイツしてなんか仕事してたんですよ一般的には多分プライベートではそんなことやらないだろうし恥ずかしいだろうしだけどなんかその仕事ってここだよなっていうなんかその,なんかその恥ずかしいその論点が違うというかプロとして飯食っていくっていうのはそのそう なんかそれがができなないいいことが恥ずかしいみたいな例えばさっきの AKB の話で言うならばじゃあその仕事が振られた時にいやそれはちょっとっていうのか分かりました体張ります頑張りますみたいなそれがプロだと思うんですよでも一般の人はなんかそれは恥ずかしいみたいなね逆にプロだとそれをができないことが恥ずかしいっていうだ竹内力さんとかもすごいなと思うんですけどいろんな役に挑戦していてまあそのなんかいろいろやってるじゃないですかでなんかね竹内力さんのインタビューで なんかその役者としてやっぱいろんな役をするっていうのがやっぱプロというかねうんやっぱ竹内力さんってどちらもコア表の役がもう染みついてるじゃないですかだけどパロディもやったりするんですよでそれなんでやるかっていうとその役者として役者の仕事としてなんだいろいろできるようになった方がそれはプロなんじゃないかみたいななんかその哲学役者の哲学みたいななんか語ってるのがあってね すげえなと思いましたけど、うん、そう、なんかその恥ずかしい論点がまあい、改、う、竄、ん、がいいんじゃないかなと思って、ね、<laughs> そう、うん、なんかその、僕もいろんな動画撮れる理由ってそこの論点で見てないんで、なこのおっぱい T シャツとか着てまあ今日も撮ったんですけど、衣装なんで僕は、そう、だっておっぱい T シャツ着て ね、抗議する人いないじゃないですか。か差別化でしょうね。そう。まあ、これは、まあ、テレビ番組見てもね、いろんな衣装着てやってますから、美川、美川健一さんとかね、また紅白出るのか分かんないですけど、すげえ衣装だったりとかね。<laughs> やってんじゃないですか、プロの人。<laughs> ね、<laughs> うん。でも、一般の人は、多分、おっぱい T シャツ着てやるっていうのは恥ずかしいっていう、違う論点の恥ずかしさですよね。うん。僕は、そこで見てないですね。どうやって差別化するのか、どうフックさせるのか、興味せ出すのか、 おっと思わせるのかな何でもいいんですよ。だから人と違うことをやることによって、まあ差別化はなりますよね。それがプラスに出るのかマイナスに出るのかは、まあ結果が全て証明してくれるっていうね。それが、だから今回、まあ明日からね、僕商品販売しますけど、おっぱい T シャツしてもう売れること、売ったんだったら、それがエビデンスになるわけですよ。いや、おっぱい T シャツ着ても売れますよ、僕みたいな。<laughs> ね、<laughs> 結果が証明してくれます。はい、で、その証明をあの出すために、 あの逆に言うと結果が出ないんであれならば結果が出るようにまた改善すればいいだろうしなんか恥ずかしい論点を変えた方がいいんじゃないかなと思いますけどねいってらっしゃい。